コロセウムの模擬海戦創造図検闘士や罪人が兵士に噴し、どちらかが勝つまで戦いは続けられた。勝ち残った罪人は自由の身になれるなど恩賞が与えられた。模擬海戦とは古代ローマの円形闘技場で開催されたナウマキアと呼ばれる工業の一つで闘技場に水を張り、歴史上の有名な海戦を再現したものを言う人工池などで行われることもある。 ナウマチアという言葉は、海戦を意味するギリシャ語から来ている。記録として残っている、最初の模擬海戦は、紀元前46年に、ローマのカンプス、マルティウスに、ユリウスカイサルが建設した、人工湖で行われたティルス戦とエジプト戦の戦いと、伝えられている。紀元前2年には、アウグストゥス帝により、マルスウルトル神殿、アウグストゥスが、ギフ、 カエサルの暗殺の復讐を記念して造営した神殿。ウルトルは復讐者の家の奉納行事として、カエサル庭園の池で、アテナイトペルシャの海戦が再現された。アウグストステーが模擬海戦を行った人工池は、長径が約550メートル、短径が約370メートルあったと言われ、アンシエティな水道を経由して、ローマの北にあるマルティニャーの湖から水を引いていったと、 伝えられている。この湖の水は飲み水には適さない悪質のもので、アンシエティな水道は模擬回線のために築かれたと考えられている。同じ人工池で、ティトゥステの時代にはコリントスとケルキラの回線が再現された。52年にクラウディウステがフチイノ湖で行った模擬回線では、ロードス軍とシシリア軍に噴した1万9000人の検討士と罪人が戦った。 ドミティアヌステーも模擬海戦に熱心で、テベレ川近くの人工湖で、ほぼ実物大の船を使って実施したと言われ、トライアヌステーも模擬海戦場を持っていたとされる。かの発生を避けるため、水は模擬海戦の旅に入れ、終了後排水していたようである。古代ローマ時代以降では、1559年にアンリ2世がルーアンで、 1807年には、ナポレオンがミラノに238メートル116メートルの収容人数3万人の円形劇場を建設し、模擬回戦を行った。18から19世紀のイギリスでも模擬戦を使っての模擬回戦が盛んに行われ、スカーブラのピーザムパークでは20世紀初期から夏季イベントとして模擬戦による模擬回戦ショーを開催している。2009年には、 アメリカ人、アーティスト、デューク・ライリーが、ゾーズ・アバウト・ツー,リーサルート・ユーと題する模擬回戦イベントを、クイーンズ美術館の企画展として開催した。ライリーが、足アやア発泡スチロールで古代ローマスタイルなどの船4隻を製作し、ニューヨーク・万国博覧会の時に作られた、古いプールを使って、ニューヨークの4つの美術館員らが、兵士に扮し、フランスパンのバゲットとトマトを武器に戦った。 abcnowmatch アブリタニカ百科事典1911年度版、マルス世界大百科事典 a b c、h I a r o m、a n a、q、u m a、e、c h i a r o m a n a q u d u c t、e. c o m ハットアクアールシティナトッポグラフクル、ディクショナリーオブエインシェントローマ、ロンドン、オックスフォードユニバーシティ y p r e 1929、ピーザムパーク、ハットデュークライリー、ゾーズアバウトツーディサルートユークイーンズミュージアムの、 YouTube 公式チャンネルハットインクイーンズエバトルオンザローシーズアンドメイザベストアーティストウィンニューヨークタイムズオーガスト14 2009ありがとうございます